はい、どうも皆さん、ズマです。今回もやっていきます。e スポーツ UFC。今回はですね、ご要望いただいた、ライトウェイト級、現在 UFC チャンピオンですか、アンスニー・ペティス、使っていこうと思います。僕、実はね、ペティスという選手を、全然知らなかったりするんですよ。ペティス。僕、ベンソン・ヘンダーソンの試合見たことあるんでね、ペティスの試合まだ見たことないんですけど、YouTube でいろいろとノックアウト新種っていうのを見たりしたんですけど、すごいですね、こうやってね、三角締めの持っていき方とか、ハイキックね。あ、やばいな。ベンソン・ヘンダーソンとの、マッチ、金目入れをした、バキューって顔面蹴るやつね、あれ、多分、見てたら僕、今、アンソニー・ペティスのファンになってましたよね。間違いなく。まあ、最初に見たのがディラ・ショーの右だったんでね。ディラ・ショーが好きですけど。見ちゃったら、間違いなくペティスファンでしたね、僕。相手だか。ジョニー・ヘンドリックス。よく知らない選手。よく知らない選手同士の戦いになっちゃったけど。まあまあ。やっていきましょう。ちょっとせっかくだからグラブ合わせよ。こいつ本当にライト級？体すごくない？このヘンドリックス。どういう感じで来る相手なんだ。結構ローで攻めたくるのかな。そういうこともない。来るからテイクダウンからの。あ、すぐ抜きに来るな。これ あんまり寝技得意じゃないタイプですね。左入って言うと僕だとどうしてもミルコクロコップになっちゃうさ。ボール入った。ペリス蹴りばっかりが取り上げられがちですけど、パンチはどうなんでしょうね。そうでしょ、 KO 進駐ばっかりだから。サブミッションが得意っていうのはスタッツを見てからも分かるんですけどね、オーバーロールが明らかにサブミッションが高いんですよ。これも相手スタミナないからチャンスじゃない。ひっくり返そうとしたこいつ。マウント取った。よいしょ、殴り続けろ。あ、これガードしてる。させない、逃がすかよ。ガードしに来たら潰す。よいしょ、これカウン関節取れるよね。そうだよね。腕、相手諦めたか。これ相手分かってないな、自分がかけられたこと。よしやばいよ。殴りだけかと思ったらこういうのあるんすよね。さっと決まっちゃったけど、どうですか、ペリス。せっかくだったらカナンピックとかやりたかったですけどね。でも決められるときには決めてしまうと。やりました。これ、アームバール、腕を決めたのか、三角締めっぽく見えますけどね。なんだよ。Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 2 minutes 46 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out. やりました。1ラウンド、サブミッション勝ち。ショータイム。Anthony Pettis, winner by submission. 気持ちいい。毎度毎度言ってますけど、やっぱ勝つと気持ちいい。はい。ということで、まあ、さっと決まっちゃいましたけどね。今回はこれまでとします。ご視聴ありがとうございました。また次回。